で私自身がどうチームに貢献できるかということを考えつつ、まあ、左利きっていうそのプラスのところをチームに生かしながら、まあ、得点に絡んでいけたらいいなというふうに思います。
の試合はスタメン出場っていう、チャンスをもらって、やっぱり自分自身すごい結果を残したい、絶対残すっていう気持ちで試合に臨んだんですけど、ポストに当たったシーンが、まあ、1回あったんですけど、顔を上げたらやっぱりシュートコースが見えていたので、もう絶対ここは振り抜くっていう風に思ってシュートを打ちましたし、まあ、そこでやっぱり決めれるようにならなければチームを勝たせたりチームに貢献することができないと思うので、次に向けて修正して得点を大事なところで決めれるっていう、そういう風な選手になりたいと思います。